はい、こんにちは、116インズです。 MLB はサンクスギビングの休みを挟んだ関係で移籍に関する話題も一旦お休みといった感じでしたが、現地でも週明けを迎えた今日、大物 FA 選手がまた一人来季の契約に合意しましたね。ツインズから FA になっていた先発投手ソニー・グレイがカージナルスと3年総額7500万ドルの契約に合意したと報道が出まして、カージナルスからもグレイとの契約がすでに正式に発表されています。契約には2027年の3000万ドルのクラブオプションも含まれているようで、オプションを破棄する場合のバイアウトは500万ドル、契約総額の7500万ドルはこのバイアウト分を含んだ金額となります。先日アーロン・ノラがフィリーズと7年契約にて再契約を結んでいましたが、それに続いて先発市場の大物選手が契約した格好で、カージナルスもノラに興味があったとされますが、すかさずもう一人の大物選手であるグレイとの契約にこぎつけたと。またカージナルスはすでに先発市場で積極的な動きを見せていて、ベテランのランス・リーン、カイル・ギブソンともそれぞれ1年契約を結んでいまして、グレイの獲得で今月早くも3人目の先発投手獲得ともなりました。カージナルスフロントは夏の段階からコンフは先発投手を3人獲得したいとコメントしていましたので、早々に目標を達成できましたね。グレイ自身も以前からセントルイスの球場の雰囲気等を気に入っていたようで、 FA になってカージナルスに入りたいという思いは強かったそうですし、さらに彼は出身がテネシー州のナッシュビル近郊ですので、もともと気に入っていた土地であることに加えて地元に近づく点も、もしかしたら彼のカージナルス入り実現を後押ししたのかもしれませんね。今回はこのグレイとカージナルスの契約を中心にお話していこうかなと思っています。カージナルスはコンフを迎えるにあたって先発陣の補強を大きな課題としていました。まあそれもそのはずで、今季予想外に地区最下位に沈んでしまったカージナルスの足を大きく引っ張ったのが先発陣で、先発防御率 5.08 は MLB26 位と下から数えた方が早い状況でした。今画面に出ているのが今季のカージナルスの主な先発投手たちとなりますが、マイコラスは今季200イニングの大台には乗ったものの、それ以外の成績がずば抜けて良かったわけではなく、マッツはシーズンの成績こそそこまで悪くないように見えますが、5月下旬時点では防御率 5.72 で一時ローテーションから外された時期もありました。モンゴメリー、フラハティの2人は夏のトレードデッドラインを前に移籍、長年カージナルスの先発陣を支えたアダム・ウェインライトは今季限りで現役引退、ハドソンは先日ノンテンダーとなってしまいましたし、マシュー・リベラトールやザック・トンプソンなどの若手選手たちはまだまだメジャーの先発としては未知数な部分も多く、来年のローテーションがほぼ当確なのがマイコラスとマッツしかいない以上は、頭数も含めて先発陣の整備が必要な状況でした。そんなチーム状況にあって、今季エールサイヤング賞投票で2位につけたグレイの加入はビッグニュースですよね。グレイは来年が34歳のシーズンということで、すでにベテランの領域に入ってはいるものの、今季はツインズ先発陣の中核を担い32先発で防御率 2.79、 ベースボールレファレンス算出のウィンズオブリプレイスメント 5.3 はエールではサイヤング賞に輝いたコールに続く2位、 MLB 全体でも4位の好成績、 FIP 2.83 に至っては規定投球回に到達した MLB 全投手の中でトップの成績でした。先発投手としては三振も奪える方で、四死球は平均よりも少なめ、今季はさらに184回を投げて打たれたホームランの数がわずかに8本とかなり長打を抑え込んでいまして、まあそらこの FIP になるよなというようなピッチングだったと言えるでしょうか。今季32先発で4失点以上を喫した先発がたったの3試合と、ゲームメイクの面でも信頼が置けたのも頷けます。また今季のグレイは特にスイーパーが非常に効果的な球種となっていて、これが彼のピッチングを支えたと言ってもいいでしょうね。グレイは昨年以前からスイーパーを投げてはいたものの、投球のメインに据えるほどの球種でもなかったんですが、今季からスイーパーの割合を大幅に増やしていまして、昨年 10.3% だったのが今季 20.4% ということで、割合としてはほぼ倍増しています。割合 20.4% はフォーシームに次ぐ割合で、変化球の中ではスイーパーを今季最も頼っています。また興味深いのは、昨年と比べてスイーパーの平均球速が3マイル近くアップしていて、今までよりも速くなったスイーパーをかなり多投したと。結果的にこれが大正解でして、今季グレイのスイーパーのランバリュープラス19は MLB 全スイーパーの中でもトップの成績であり、スイーパーでは被打率0割9分7厘、非 WOBA1 割1分5厘と、バッターはグレイのスイーパーにほとんど何もできず、変化球の中では一番頼ったにもかかわらず1本のホームランも許さなかったのもまたすごい。空振り三振を奪う球種としても効果的で、今季グレイをサイヤング賞クラスのパフォーマンスにまで押し上げた一因には間違いなくこのスイーパーの貢献があるでしょう。さすがに来季が34歳という年齢のこともありますし、スイーパーでずっと MLB トップを張るのは難しいでしょうから、今季と比べたらカージナルス移籍後いくらか成績が落ちる懸念はありつつも、今まで左打者相手には速球系とカーブのほぼ2ピッチだったところにスイーパーも使えるようになって投球の幅も広がったりと、30代中盤に差し掛かりながらも進化の1年でしたね。そんなグレイですが、今回のカージナルスとの契約発表を受けて、ネットでは少し高いなという声をちらほら見かけました。確かにいろんな媒体の契約予想を見ても3年総額6000万ドル台、あるいは4年総額9000万ドル前後、このあたりが多かったですので、3年契約とはいえ、
年平均2500万ドルの契約はそれらを踏まえると高いという感想なのかもしれません。来季が34歳のシーズンですので、そういった考えを否定するつもりは全くないんですが、とはいえ今季サイヤング賞投票で2位に入ったピッチャーで、かつ毎年安定したピッチングが期待できる選手と考えれば、もちろん年齢のこともありますので、年平均2500万ドルは決して安いとまでは思いませんが、割と妥当なラインなんじゃないのかなとは個人的には感じたところです。先ほども話しましたが、今季のグレイはスイーパーが相当彼のパフォーマンスを押し上げた側面もあると思いますので、それがいつまで高いレベルで通用し続けるかによってもピッチングの出来は変わってきそうですが、そうでなくても大きな怪我などがなければ毎年ウィンザーボリプレイスメントで2勝から3勝分くらいの上積みはしてくれるでしょうし、最終的には契約としてもトントンくらいの価値はもたらしてくれるのではないでしょうか。リン、ギブソン、そして今回のグレイと早くも目標としていた3人の先発投手の獲得に成功したカージナルス、マイコラス、マッツも含めればこれでひとまず来季先発ローテーションは組めそうですが、ただ果たしてこれで補強が十分なのかと言われるとちょっと微妙ではあるとは思います。リンとギブソンは共にイニングはしっかり食ってくれると思いますが、年齢的にもここのところのパフォーマンス的にも先発4番手5番手タイプ、先発陣を牽引する活躍に期待できる選手たちではないですし、かといって今回獲得したグレイも間違いなくいいピッチャーであるんですが、グレイがエースという状況もやや物足りなさは正直否めないかなと。地区最下位に終わった今季と比べたらレギュラーシーズンもう少し戦える状況にはなるかもしれませんが、プレーオフ進出、さらにはその先を考えたらやはり真のエース格が欲しいところですし、カージナルスの立ち位置的にもそういったところを目指すべきなのかなと。願わくばグレイをローテ2番手に置けるくらいの状況にはしたいですよね。カージナルスが今回のグレイとの契約をもって先発補強を終了させるのかはまだ分かりませんが、グレイとの契約以前から先発マーケットで山本由伸選手や夏にトレードで放出したジョーダン・モンゴメリとの再契約に興味があるとされていますし、それこそ山本選手みたいなエースポテンシャルのピッチャーをさらにローテに加えることができたら断然見栄えは良くなるはずですから、カージナルスがまだまだ先発陣強化に動くのか今後気になるポイントですね。ノラ、そしてグレイと先発市場の大物選手がウィンターミーティングを前に契約を結んだことになりましたが、先発投手の市場では先日前田健太選手もタイガースとの2年契約に合意したりと、ここまで全体的に動きが遅い FA 市場の中では先発市場は比較的順調に契約が決まっていますね。この後もどんな動きが来るのか楽しみなところでありますが、少し気になるとしたらノラ、そしてグレイに強い興味があったとされるブレイブスは今後どう動くんでしょうね。狙っていた2人が早々に別のチームと契約してしまい、今度はトレードにてホワイトソックスのディラン・シース獲得に興味があるなんて報道も出ていましたが、先発のビッグネーム獲得は実現するのか、そういう意味ではコンオフ先発陣が課題のドジャースについても近いうちに大きな動きが来るのか、来週からいよいよウィンターミーティングが始まりますが、球界全体の動向に注目したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。